6月は土砂災害防止月間です。6月4日の水曜日、県内の土砂災害について考え、被害の軽減に生かそうと、行政職員、自主防災組織や防災関係者らが参加して、平成26年度土砂災害防止月間講演会が県庁で開催されました。雨が降り続くと土砂災害の危険性が高まります。土砂災害には大きく分けて、崖崩れ、地滑り、土石流の3つの種類があります。崖崩れは、急な斜面の地表に近い部分が雨水の浸透や地震などで緩み、突然崩れ落ちる現象です。崩れ落ちるまでの時間がごく短いため、人家の近くでは逃げ遅れも発生し、人命を奪うことがあります。地滑りは、緩やかな斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によって、ゆっくりと広範囲にわたって斜面の下の方に移動する現象です。土砂の移動量が大きいため、甚大な被害が発生することがあります。土石流は、山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流される現象です。時速40キロほどの速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させることがあります。こうした土砂災害は、近年全国各地で多発するようになってきました。講演会では、彦根地方気象台の江原気象情報官による、台風第18号で初の特別警報と題した講演が行われました。昨年の台風第18号では、滋賀県、京都府、福井県で全国初の大雨特別警報が発表され、県内では土砂災害により1名の方が亡くなるなど、各地で土砂災害や浸水などにより多大な被害が発生しました。特別警報とは、大雨や地震、津波などにより警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表し、対象地域の住民の方々に対して最大限の警戒を呼びかけるものです。災害が発生する恐れがあるときは、住民自らの判断で行動することが大切です。特別警報の発表を待つのではなく、気象庁により発表される注意報や警報などの情報をテレビやラジオ、インターネットから収集し、積極的に活用してほしいと話しました。続いて、京都大学防災研究所の畑山准教授による、土砂災害における住民行動と行政対応と題した講演が行われました。土砂災害への備えや行政対応においては、住民の命の危険をいかに回避するかが重要となってきます。そのため、地域の意見を丹念に聞くなど、地域住民と行政の間でお互いの関心事を共有し、住民の安心を形成することが大切であると訴えました。土砂災害防止月間を機に、自分の地域の危険な場所を確認したり、避難場所までの経路を歩いてみたりするなど、一人一人が土砂災害に対して日頃から備えましょう。